皆さんこんにちは、しょりみちゃんねのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はねこの TikTok ってお店でね、洋服を夏バーゲンで、まあ約1万円のね買ってきたので紹介していきたいと思います。もうみんなさ、どこもさ夏のバーゲンセールだよね。そう、みんなもうなんか半額とか 50% オフとかさ、 20% オフとかさ、いろいろやってるわけですよ。まあでも今年の夏はさ、お出かけとかあんまできないからさ、みんな服とか買わないのかもしれないけどね。あんま人も少なかったし、ね、そうなの、あれでもうちらもあんま買ってないじゃん、今年全然。久々じゃない、またけど本当にさ、そうそう、行かなすぎてさ、その上下買って以来じゃない。そうだよね、行ったの。私今日着てる服もこの服、このティップドップってお店で買ったんですよ。そうそうそう、夏の初めぐらいにさ買った。7月の初めよね、うん、で昨日あ、言って言って、まだよしとかね、昨日ですねここに行ったんですけど、まあ、これね、まあ新作だったので、まあ、結構お値段いってたんです。2000円、3、4、スカート4000円ぐらいして、スカート映ってなくない、みんなわかるかな、これです。これも多分動画にね、紹介してますね。はい、でこのスカート、この柄のスカート、まあ、約4000円ぐらいしたんです。で、上もトップスも2000円、3000円ぐらいしたよね。上下で多分7000円とかしたと思うんですよ。で、昨日行ったら売れ残りでめっちゃ半額でめっちゃ安くなってて、なんと上下合わせて2000円、1着1000円だったんですよ。もう笑うしかないよね。しかもさ、昨日さ、ツイッターでつぶやいたんやけどさ、鼻の下にニキビできたの。もう笑うしかないよね。治ったね、でも。でも、今潰れちゃってて。やっぱ潰したら治るでしょ。潰してないの。あ、自然潰れた。寝て朝起きたら赤くなってて、あ、潰れたんだと思って。寝相かなとか思いながら。まあよかったよ。まあはい、ということで。まあ笑うしかない。あるあるだよね。笑うしかないエピソードでした。そう。でもさ、そのバーゲンセールに絶対残るとは限らないじゃん、うん、だからそれもさ、賭けだよね。やっぱ流行りのさ、そういうなんか新しいデザインをいち早く着たいなら、やっぱお金出して買うしかないし、ちょっと何くらいでもいいから欲しいかなぐらいの気持ちなの。でも残らなかったらあれじゃん、絶対バーゲンにもないわけだから。だって色だってさ、うん、もう全然なかったしね。そう、しーちゃんが着てるやつは本当1着2しか本当残ってなくて、うん、多分さ、マネキンとかのじゃない。あー、そうかも、ね、マネキンが着てたやつの、うん、マネキン着てたのなかったよね、多分振り回すみたいな ね、 そ、 ね、あ、そんな感じかなと思うんだけど、うん、まあとりあえず、はい、あるあるですよ、ね、ショックを受け、あるあるです。私これ買ったやつが何安くなってるっていうのはもうあるあるなのよ。あるあるだろ、しょうがない。これは誰もがきっと経験してる、しょうがない、人生の先輩よ。そういうことじゃない。はい、ということで、まあまあね、そんなね、笑っちゃうようなエピソードがありましたということを皆さんに伝えたかっただけなんですけど、はい、はい、早速ね、1万円分買ってきたので紹介します。まあ、いきますね。どうする、セットでいくか。まずね、こちらの T シャツを買いました。このここに文字が書いてあって、裏バッグもちゃんとこんなね、プリントされてるっていうね。この T シャツに私はこのね、この牛柄のね、牛柄の牛ママっぽいけど、牛ママ確かに、うん、なんかこういうね柄のスカートを合わせたいなと思ってセットで買いました。てかマネキン着てました。マネキンが着てたのをパクりました。しほちゃんのあるあるだよね、マネキンが着てるとこ欲しくなるっていう。これもマネキンが着てたよ。そうなんかキラキラして見えない、マネキンが着てる。いや見えない。別にキラキラして見えない。なんかね、あ、これだってなるよ。知らんよ。これのね、上になんか背景が白だから、あ、白っていうか、まあ、うん、白っぽいからあんまね、強調されないかもだけど、このね、T シャツをインして、このね、カートを履くっていう。あら、かわいい。それにあの帽子とかかぶってもいいしね、こういうさ
バケハっていうの今流行ってるのが、そう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 、こいつね、はい、こうかぶったりもいいし、かわいいね。まあ私が好きな好みだな。でちょっとさ、そのスカートがさ、なんか割引対象外っていうのが目に入ってなくて、そうなんです、割引されるっていう感覚で買っちゃったので、ちょっとだけ1万円オーバーしてしまいました。1万1000、そう、1000円、1600円ぐらいオーバーしたかもしれないね。え、あ、そっか、うん、1600円か。そうだね、すいません。そう、それがね、ちょっとね、痛かったよね。痛かった。え、そっか、それ割引対象外なんだと思って、あ、そっか、てっきりさ、レジで気づいてさ、そう、ね、みんなね、大体が今値札から、そうそう、値札からさ、 30% 引きだっけぐらい、なんか全品、全品っていうか対象外ってなってないのは全部もう値札から割引ってなってたんだよね。そうなんですよ。まあなのでね、ちょっと1600円ぐらいオーバーしちゃったんですけど、うん、そうですね、そこはね、はい、許してください。次、次はね、この今流行りの、流行りなのかな、多分流行ってる、ね、多分流行ってる、こういうね、可愛いね、ブラウスとベストかな、ベストみたいな、ベストっていうのかな、まあ、ブラウスにベストのやつに、私が今までね、着てきたことがないようなね、あ、こういうね、ズボンを買いました。そう、ズボンなんです、ね、これあんまり着たことないかもね。そう、私こういう系統には憧れてて、うん、はい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 、マネキンが着てました、そのセットも、はい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 、ズボンは違う色でした。でも最初その色でしようかなって見てたじゃん。まあ色は違ってもマネキンが着てました。そうですね、はい、本当好きだよね、マネキンのコーデね、好きだよね。いいけど、そのお店インスタもやってるんですけど、あー確かに、インスタでもこのセットだったの。そうなんだ、うん、店員さんが着てて、水色、うん、緑、あ、そう、マネキンは緑だったね。その時から可愛いなと思った。まあ言い訳は置いといて、はい、買いました。色はね、水色に変えたんだけど、はい、ね、これをね、だからこうやって着る感じ、そうみんなわかるかな、見えねー、まあこんな感じです。はい、見づらいね。あ、でこれ、着た動画は YouTube のストーリーじゃなくてショート動画にあるのとありますね。まあ TikTok にも上がるかもしれないですね、もしかしたら。ね、迷ったよね、まあ、TikTok とショートと両方、前アベールとかでやったやつみたいにするかもしれない。ということで次にね、このまあ流行ったよねっていうね、これまあ、去年とかも流行ってたよね、こういうの。そう、この透け感のするシースルーブラウスみたいなね。もうそれのピンクを買いました。しーちゃんだし、ピンク。かわいいよね、ピンク。他にも青とか、まあ定番だよね。青とかなんかその辺の、まあ、紫とか、ね、グレーとかさ、なんかそれこそ白透明とかもあったんですけど、ピンクにしました。インク可愛いなと思って、めっちゃ可愛いと思って。でこれにこの下にね、このなんていうの、タンクトップっていうのを買ったので、これを下に着たいと思います。であれ下はって思うじゃないですか。下は最初にね紹介したこちらを合わせようかなと思ってて、あら2パターンコーデできちゃったね。YouTube のスカート、まあでも別に普通のジーンズ生地の、そうそう、合うしね、何でも合うしね、本当にジーパンとかも合うし、何でもムチムチだから、上が下何でも合うと思いますね。でもさ、今年さピンクのさやつ買うときにさ迷ったよね、柄のブラウスもあったじゃん。あ、そうなの、今年柄のレトロっぽい、なんか、ね、そうそう、レトロっぽい柄のね、ブラウスもあって、うん、ちょっと迷ったんだけど、なんか上に柄を持ってくるか、うん、下に柄を持ってくるかで迷って、上を無地にしました。でもそっちの方がしーちゃんっぽいだよね、うん、ということでね、下にこれを着て、タンクトップを着て、上にねこれをこう羽織ろうかなと思います。はい、秋ですね。
そうだね、まあ、長袖だから、まあ、これからこの夏の終わりにかけてはいいかな、はい、楽しみですね、着るのが。はい、1万1600円ぐらいでした、全部で。はい、1600円オーバーしてしまいすいませんでした。はい、はい、ということで今回はね、こちらのティップトップっていうね、お店で買ってきた洋服たちを紹介してみました。ということでね、着てみたねショート動画ぜひ見てください。ということで、それではバイバーイ。